こんにちは、どうもみちるです。今回はね、DM 動画っていうことで、もう周りくどいことはなしで俺の真似してください。これだけできればヘイブンプリエム最高に完璧になります。では行きましょう。まずは映画ですね。映画はどうやってプリエムするか。まず A ショート、まあ、映画の話だと A ショートこうやって覗いてくる気がいるので、まずここにエイムしながら、ギリギリでここ見えるラインあるじゃないですか。ここら辺に来るまでここ見ながら来たらこうですね。これがまず一番最初に A ロング聞く一連流れです。こうですの後に、A ロング、もし一人で行ってる時、味方が消灯されてない時あるじゃないですか。そういう時はそこに体に隠してる間に相手がコムで行ってる可能性があるんで、それをしっかりケアして見ながらもう一回って感じですね。で、最速で行ってる時はもちろんここ左右ないんですけど、こうやって見て、じゃあ次行きますって感じです。で、一応またこの時にここ見ましょう。ここに隠れてる時があるんで、こうやってなんで、ここ見た後にここですね、こうやって見てるんで、ここを置いて、で、こうやってまずヘブン見てください、チラ見で。こういう時ジャンピーク挟んでもいいです。こうやってまあ挟んでもいいですけど、こう見た後に ここギリギリ見た後に先にこっち見てください。一応ここ見ると、ここから一応も多分こう体出してる時点で見られてるんですけど、先にこっちの方が早いんで、こう見てこう見てこうの後に上がっていって、ここ見てここ見てこうです。じゃあ今の早めでやりましょう。こう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 です。で、サイドやっていくって感じですね。で、ヘブンシンズゲームして、ここ結構ね、こうやっている時にいるんで、隠れるんでね、覗いてくる時結構いるんで、そこを気にしてこうピークして、で、こうピーク、まあここまでピークする必要結構ない時多いんですけど、ここピークするって感じですね。で、サイトがクリアする。で、 A ショートの場合はまずこうやって上がっていきます。はい、の後に最初ここですね、ここを見た後にここ隠れてきてあって、ここです。で、ここ案外オフアングルなんですよ。ここ、こうやって置いてる時割といるんですよね。ここ、こうやって倒せるんで、オフアングルになっちゃうんで、なんでそこもちょっとケアしながらここ見るってことです。この後にまずここの箱を見ます。ここよりも箱の上の方が先に見えるんで、箱を見た後にこっちですね。箱を見てこっち見て、で、こっちです。一応箱上もあるんですけど、もちろんした方がいいです。なんでこうこうこうかな、の後こうですね。で、その後に一応こっち、うん、ここら辺で体見えるんで、ここに隠れてたら、もちろんこうやって乗ってもいいですし、の後にここよ。で、上がっていきます。ここ見ましょう、まず先にここのアングルで、サイト側見てここですね。で、クリアしてクリアして、こうやってって感じです。まあ、できたらこうやって CT 先見てもいいんですけど、結構体出ちゃうんで、もうここって多分箱が隠れてるんですけど、ここにいたらもう見えてるんですよ。なんでここのくぼみ最初にクリアリングするのがおすすめです。じゃあサイト入るときはまずこうします、こうします。で、ヘブン見て、こう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 の後にこうやってクリアリングする感じです。一応こことここの貼り付けあるんですけど、ここの箱があるんで、ここよ。最初に左側クリアした方がいいですね。ここクリアしてからここです。で、サイトに入る感じで A はプリエム、こんな順番です。ヘブンね、3つサイトがあるんでちょっと長いんですけど、今 B は楽ちんですね。 B 入るときはまずミッドから行く場合はここですね。最初はここをクリアしてください。ここ見た後、ここ置いて、こうやって上が結構あるんでむずいんですけど、こう見て、こう見る。こう、こう、こう。この後に、こう、こう。まあ、見ていくときはフラッシュとかもらうんでね、結構勝負気味でいいんですけど、こんな感じで多分プレイするといい感じですね。じゃあ入るときはまず、こっち見た後にもう一回こっち見てください。こっち見た後に全然こっち見てもいいんですけど、まあ僕はこう見た後にこう見るのがおすすめですね。こう見て、こう見て、こう見て、で、もう一回こう見て、こう、こう、こういう感じです。まあちょっと B は、やっぱりこういう2つで挟めるポジションがかなり多いんですよ。まあ細かいんですけど、まあ、ここで隠れてるのを、ここで見て、またここで隠れてるのを、ここで見てみて。変なクロスの組み方が結構多いんですよ。もちろんフラッシュとかスモークもらうと思うんで、まあ、一連の流れで言うと、一連の流れは、こう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 。で、走っていって、ここら辺でこう見て、こう見て、
こう見た後にこうやって見ていく感じです。でも B 入る感じです。では次ガレージやりましょうかね。一応ガレージも結構大切なんで、ガレージはまずこうやって窓見てください。ここからこうやって窓見て、で怪しそうだったらこうやってこっちの意です。窓を見て、箱を見て、箱目見て、ここ見て、ここ見る。の後にここ見て、ここ見て、こういう感じですね。じゃあ今の一連の流れをやりましょう。早めに始まります。あ、始まるときちょっとピークしてくるんでね、ここ置いといて、こうやって上がっていきます。見ます、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 見ます。でこれでガレージ入りましょう。これがガレージのプリームです。で C 入るときのプリームです。まず C ロン、ここ、ここ見ましょう。ここ見て、ここ見て、ここ見て、でここ見てサイト面を見る。これですね。こう、こう、こう、こう。でまあ一応最速じゃなかったらここもクリアして、まず最初僕は結構ここ見ますね。ここよ。またここ見た後にまず巻きを見ます。巻きを見ます。ここ巻き見た後にここの貼り付きもちょっと見ます。ここら辺にいたら多分この時点で見えてるんですよね。この壁に貼り付きながらこっちを見て、でこう見てまた入っていく感じです。でこの時にサイト側に入る前に一応ここもケアしてくれですね。結構これ結構難しくて、まあ相手が体目とか耐えたら大丈夫なんですけど、まあこうやってクリアしに行くのももちろん大丈夫ですし、まあ入る同順、ここよ、こう行くのか、ここよ、こう行くのかで結構分かるんですけど、まあこう行く場合はここを見て、ここ見て、すぐここにみたいな。一応あそこもめちゃめちゃクロス組めるポジションなんですよね。ここと、ここで、あそこで入ってくるに対して、なんでそこも結構気使いながらクリアしていって、でかなり大切なのがここですね。ここ結構ここ多いんで、でクリアした後に巻き見て、こうこういうクリアがこう見た後にこう見て、でサイト裏クリアしていく。まあこっちから入るときは巻きをまず見ます。ここ巻きかけて巻き見た後に見て入っていく感じ。これが C の入る時のクリアリングです。で、リテイクの時のフリエムいきましょう。まず A 側ですね。 A 側まず入る時にここ見ましょう。ここ、ここですね。こう見た後にここ見ましょう。ここ結構いたらもうイージーキルなんで、ここはしっかり見ましょう。ここを見た後にこう見て、上とかを見て、ここです。ここ見た後にここ見て、上見て、で、ここ見る感じですね。で、あとまたもう一回こうやって見て、こう見ます。結構ヘブンしたから、こうやってガッツリ覗いてる相手に対しては、しっかりクリアリングしにいきましょう。こう見たら、そこをこうです。で、その後にこうやってヘブンした、クリアリングする感じですね。結構クロス組まれてるのめちゃめちゃ多いんですよね。ここめちゃめちゃ強いんで。なんでそこをケアするときに、最初に見えるのはこっちっていう。で、その後ここを倒しにいく感じです。で、あとはもう入ってきて、で、みたいな。もう逆にここクリアできれば結構楽なんで、そこをクリアすることを意識しましょう。でヘブンはどっちかって言ったら抑えですね。相手がカバーしに来るのを抑えるんですけど、まあこうやって覗いて、こうやって見て、こう見て、こう見る。でここでここのところです、ここよ。一応ここ登るの、ここから登れるんですよ。もう登ってるんですけど、これここに登ってて今あそこから見られてないんですよね。なんでここからギリギリから登ってこうやってクリアするのが結構強いです。ここも見えてるんで。で、こっから降りて、こう、こう、っていう感じです。テイクの時のプリームですね。で、B のプリームは、A リンク側の時は、こう見て、こう見て、で上見ましょう。ここ、頭1個になってるんですよね、ここ。割と敵がジェットの時がいるんですけど、ここ、頭1個になってるんで、しっかりあそこクリアリングしましょう。こう見て、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 こう。チラ見して、こうやってクリアして入っていく感じですね。ここはこもってる時多いんですよね。こもってる時多いんで、結構ここはしっかりクリアリングでもいいですし、壁抜きもしましょう。で入る時にここクリアリングしっかりしましょうって感じですね。 A リンク側からは。じゃあ C リンク側からどういくかっていうと、こうまた上見て、こう見て、こう見て、こう見て入っていく。ミッド側の時に注意してください。でこう見て、でまた入った後にこうやって倒しに行く感じですね。まあ、B はすごいバロラントの中でもリテイクめちゃめちゃしやすいところなんで、この D はしっかり意識しましょう。でガレージですね。ガレージのリテイクの時はまず結構これむずいんですけど、ここですね。ここじゃなくてここです。
これすごいむずいんですよ。なんで最初のうちとかはここにも最初もうガレージのところにこうピンしておいて、ピンでこうやって合わせにいく。ここ見ましょう、まずここ見た後にここ見ましょう。でこうですね。ここ結構強いアングルでガレージに対してこの壁薄いんで、こうやってめちゃめちゃ抜けるんですよ、ね、なんでまず真っ先にここを見て、こうこうこうです。の後こうやってみて、こうやってみて、でここ2つ挟まれちゃうんですけど、まあ、どっちかいそうな方向をしっかり見る感じで、結構シーリーテイクの時にガレージ取り返すのかなり大切なんで意識した方がいいですね。でまずシーリーテイクの時はまずまあここ壁抜いたりして、奥にいるの時多いんで、でこうやってみます。こう見て、でここですね。ここ見た後にここ見ます。上です。この上結構強くてジェットとかだとよく乗ってるんですけど、こうやって見て、こう見て、こう見た後にこう、ここ見てこうです。で真ん中で、ここまず入った後にここまで来た時にこっちしっかりクリアリングしましょう。でここから結構ここに入ってくる敵みんな強いです。ここ結構オフアングルになるん で、まあ、そこもしっかり気使いながら見て、こう見てって、ここから多分体見えるんで、ここで見てみて、でロングはスモークとかあったりするんで、まあ、こうやってチラ見してみたいな。でサイトの中をクリアしに行くって感じです。ここにいると結構体見えるんですよね。ここから頭行くとか、こうちょっと高くなってるんで階段が。なんでもう一番大切なのは今の一連の流れですね。特にこことこう見て、こう見て、こう見るの後も巻き見て、こう見る。でここのもう入るところを動線を確保するのがかなり大切です。その後はもうここクリエムしてサイトクリアしてみたいって感じですね。まあ、てな感じで平文のプリエイム講座いかがだったでしょうか。まあ、本当初心者のじゃあプリエイムマップごとに覚えなきゃいけないんで苦手だと思うんですけど、この動画見たら完璧なんで、ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のマップでお会いしましょう。お疲れ様です。バイバーイ。